はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。ガコちゃん様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠にありがとうございます。頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。12月4日日曜日、NHK スクランブルデモ、in 渋谷。デモを開催いたします。詳細は動画説明欄もっと見るをクリックなさってください。よろしくお願いいたします。メール党員様限定12月29日忘年会、こちらの方のご応募もよろしくお願いいたします。情報ありまして、横須賀基地沿岸で船遊び中の平和船団のおじいちゃんたち、船遊びできる毎週日曜日ね、結構なゴミ分のおじいちゃんたちであります。まあ、白髪とハゲが目立つな、防衛妨害活動を平和活動と呼んでる分かりやすい連中ですね。夜は少人数で練り歩き、していました。こちらですね、昼間船に乗ってたのに全く無駄に体力があるなーって、船って乗ってるだけで疲れるんですよね。その揺れに合わせて体が反応したりなんかして、まあ筋肉使うからね。この人らが元気なのはあと数年でしょうね。数年経ったらがっくりとこういうの減る予感がいたします。この平和船団も解散とかそういうことになるんでしょうかね。11月28日昨日ですね、去年9月に妻を絞殺した容疑で自民党丸山大輔長野県会議員48歳を逮捕と、こんな顔してるみたいなんですけど、まあつるんとした顔してますね。なんか昔からある200年ばかし続く、酒屋さん醸造元、地方の名士でしょうね。田舎の方だと米屋さんじゃないや、味噌屋さんとか酒屋さんって、まあ昔庄屋でいっぱい土地あってみたいな人多いですからね。こいつ過去にですね、結局なんでそんなことになったのか、わからないままで、なかなか気持ちの整理がつかない状態で今もいます。であるとか、やっぱり犯人に、早く犯人が見つかってほしいと、いう思い。圧倒的に足りていないのは目撃情報、何かきっかけになるものが出てくればいいと、思っているなどとシャーシャーとほざいさみたいであります。なんかあれですね、動じずにペラペラと嘘をつけるサイコパスの素質ありますね。自民党茂木幹事長、誠に遺憾だ、今後の捜査の状況を注視していきたい。とか、幹事長も、まあ、言及したっていうか、問題視してるっていうか、ネットなのです。そんだけ1年間バレないってすごいな。いかんってそんなレベルちゃうで。いかんって言葉は禁止しろ。便利すぎる。権威程度じゃ、かばってもらえるとも思えんが、と。まあ、いかんってだけで済ませんの、殺人事件なのにみたいなツッコミ入っておりましたけれども、まあ論外野党がですね、公認した責任ガーって騒ぎそうだな。まあ動機その他、なんで奥さん、やっちゃったのか、動機とかは、まあ続報待ちなんですけれどもね。なんかすげえ事件起こったな、びっくりしております。まあ区議会議員市議会議員、レベルでも、まあ自殺とかね、なんかやって捕まるとかはありますけれども、殺人まではなかなか現役でね、ないですもんね。悪魔の民主党政権がやった入管法大改悪、不法滞在でも帰国拒否する者は強制送還できない、難民申請を繰り返せばずっと日本に滞在できて就職もできるっていうですね。その結果、国外退去拒否人数の総数が3224人に達しました。うち何らかの有罪判決を受けている犯罪者1000人以上、約3分の1ですね。収容施設から仮出所を認められて、そのまま失踪しちゃった連中、連絡つかなくなっちゃった連中が599人だそうであります。ネットの話です。単なる犯罪者なら強制送還一択だろう。不法滞在で仮放免って何なんだよ。まともな外国人は入管施設に収容されない。外国人が600人も潜伏してるって絶対おかしい。難民でも何でもない、ただの犯罪者が日本に居座ろうと難民申請を悪用している。相手国に送還費用を請求すべき。不法滞在者を通報すると報奨金がもらえるので、どんどん通報しよう。
来年の国会で再度入管法の改正案を提出すると法務省と、岸田政権発足時もこの抜け穴を塞ぐべく法案、改正法案はできていたんですけれども、立憲共産社民令和の特殊野党の大抵抗がありまして、まあ他の大事な法案の引き延ばしであるとか時間切れ狙った難癖嫌がらせであるとか、下手れ岸田はずっと先送り入管法改正をね、政府は入管法改正案を国会に提出する準備を進める方針でありますけど、いつの国会になるんだろうね、なるべく早くやれってね。論外野党とテレビ新聞は必死で抵抗するんでしょうね。かわいそうとか人道ガーとかね、そんなにかわいそうだったらおめんちで引き取る、言いたくなりますけれども、池上彰、何の罪もない人を収容してる、ワイドショーで発言してたんですけど、不法滞在の時点で全員犯罪者だぞ、怒涛の突っ込み入っておりました。まあでも懲りずにですね、別な人間に同じことを言わせんでしょうね。テレビは、情弱を騙せればいいって、考えて、 FNN 何らかの有罪判決を受けているのは1000人以上って、報道してましたけど、この報道おかしいよ。1000人以外は何の罪もないのかって言ったら、不法滞在で収容されてる時点で全員犯罪者だっつうの。不法滞在以外にも、なんかやってるやつは1000人以上というのが正確ですね。収容施設の限界で、仮放免するっていうのもおかしいんですよ。不法滞在っていう犯罪者なんだからね。案の定ね、600人も失踪しやがってさ、外国人実習生がベトナム人だけで5000人以上、全体では1万人以上、毎年毎年失踪してんで、法務省の感覚が麻痺してんのかもしれないですね、これね。警察庁と入管は実習制度にも何か言えって、同じ法務省なんだからさ、もともとね、地下潜伏者の増加は仕事が増えて予算つくからって歓迎なのかね、入管と警察庁はね。悪夢の民主党政権では物足りませんよね。悪魔の民主党政権でもなんか物足りねえよな。もっと他に言いようがないんだろうかな。昔々のまあ30年ぐらい前の入管をよく知る人が教えてくれたんですけど、もう四五日で強制送還になってたって言いますよ。で、すげえね、不法滞在者の外国人は入管にビビりまくってて、そんなね、強制送還する費用も本人に請求されるもんだから、もう知り合い回ってお金かき集めて、大変だったみたいであります。だもんで、一人で知り合いもいなくて捕まっちゃったやつなんかはどうなっちゃうんでしょうね。それは税金で送り届けるのかな、よくわかりませんけれども。だから昔はもっと厳しかったってことですよ。民主党政権がグダグダにしたっていうことですね。五輪事業談合で、電通博報堂など広告代理店9社に続き、フジテレビ、番組制作会社にもガサ入れ、名前がフジクリエイティブコーポレーションっていう番組制作会社で、つまりフジテレビの子会社ってことなのかな。ネットの話いいぞ、もっとやれ、徹底的にやれ、現場から生中継しろ、フジデモに参加したものとして感慨深いわ。私も参加しました。TBS ノリノリじゃん。なんで TBS が危機として報じてんねん。うっきうきで報じてるの草。それにしても急に捜査が進んだね。ひょっとすると武田親子も危ないかもね。TBS は大丈夫なの？TBS はおこぼれ回ってこなかった恨みでもあるんでしょうね。五輪で参入おこぼれに預かれなかった。自分も後ろめたかったら喜んで放送せずにね、スクランブルでも同様に隠蔽するはずですもんね。一切報道しない。うちもガサ入れされるかもしんねえななんて思ってたら、他のとこガサ入れされて喜べないもんね。NHK と民放は親分子分の関係って中の人に聞きましたけれども、まあ民放同士はライバルなんでしょうね、この調子なのはね。まあ富士でこの調子だったら、メインに、五輪をメインに放送した NHK はどうなんでしょうね。大量の海ありそうですけど。11月29日、今日の衆院予算委員会、末松、なんて読むんだろう、吉近かな、立憲、
台湾独立の動きは封じていかなければならない。なんでだ。台湾独立を支持しないとはっきりおっしゃっていただきたい。総理に詰め寄っておりました。ネットの話、許さないってこいつ何様。日本国に害を与えるのが目的。立憲は中国の出張所か。日本がとやかく言う立場じゃない。独立を封じなきゃいけないってことってどんな立場で言ってんのこれ。中国の工作員と見ていい。初めからスパイ。いろんな意味で何考えてんだろう。パヨの脳内では中国と交戦状態になってんのか。中国共産党としての総、中国共産党の総区としての立場。中国に台湾を侵略するなと言ってこい。帰ってこなくていい。中国共産党のスパイであることは明白でしょうね。まんま中共の立場で喋ってもんね。末松義近衆議院議員、比例東京ブロックだそうであります。なんか福岡の方の生まれだって。9条改正にもちろん反対。安保関連法を全部廃止。核武装は検討すんのもダメ。最低賃金1500円。原発反対。国旗国家法反対。女系三宅賛成。外国人参政権賛成。ロシア擁護。ゼレンスキー下げ。なんか立憲よりむしろ共産党にいた方がしっくりくるよな。ゴリゴリのパヨだな。台湾独立の動きは封じていかなければならない。ない、今も独立国だけど、こいつの脳内では中国の一部ってことになってんすかね。それ中国が一方的に言ってるバカな妄言ですけどね。現在65歳らしいが、もっともっとね、道理が分かっていっぱい物知ってらっしゃる65歳以上もいっぱいいますよ。私の動画ご覧になってる方とかね。こいつ情弱すぎて、パヨすぎて、バカすぎて哀れだな。台湾政府がこれ知ったら腹立てんでは。日本の恥ですね。国会始まったらいいけど、こんなバカな発言でしか目立てない野党がちょっと哀れ、です。許しゃしねえけど。共産党宮本徹、台湾有事が起きたら在日米軍基地からの出撃を認めるな。それが巻き込まれない道。とか、言っちゃってですね。ネットの話、寝言は寝ていい。ちょっと何言ってるかわからない。九条って平和っていう設定はどこ行った。台湾を中国に取られる怖さが分かってないようだ。日米同盟があるのに中立でいられるわけないだろ。全くだ。どことも中立でいたけりゃ、スイスみたいにガジガジに防衛して、しないとダメですよね。全員徴兵かなんかしてね。日米同盟を破棄しろと。結局日米安保反対なんだろう。共産党撲滅のためスパイ防止法制定が必要。お前それ台湾で言えんの。末松といい、この宮本といい、立憲共産の目下の話題は台湾有事のようですな。なんか聞かされてんですかね。中国共産党にいずいず台湾行っちゃうからなんつってなんか聞かされてんですかね。在日米軍の出撃を認めないってそんな権限あって思ってんのかってね。日本国政府に、基地内は米国ですからね。日本政府の権限及ばないよ。バカなのかな。それとも出撃を妨害しろっていうことを言ってんのかな。飛行場に寝っ転がったりなんかして気にせず踏み潰していくと思うけどね。そんなのは日米同盟破棄行為じゃん。そんなね、飛行場に寝っ転がって出撃させないなんていうのに妨害するのはさ、本気でこんなことを言ってんのかと怪しみますけれども、大丈夫、こいつら素で言ってます。本気です。ちょっと我々のと使ってる言語が違うんで、理解できなくても仕方ありません。我々が。耳を貸すな。大したことは言ってないと思ってですね、聞き流すのが、いいと思います。真面目にこいつら言ってることを、考えると、混乱しますんでね。そのために言ってるのかもしれない。我々を混乱させるために変なこと言ってるのかもしれない。パヨ優遇をやめ、普通になった新生ツイッターが好調だそうであります。11月10日から16日の7日間で、利用者数が1400万人増えてしまい、パヨ涙目。イーロン。
10ヶ月後に利用者数10億人達成できそう、パヨ排除でなぜかヘイトスピーチも減少、いいことずくめ、だってネットの話、マスク大勝利やんけ、解雇された連中が有害だっただけ、マストドンに移ったが煙たがられてツイッターに戻ったパヨもおってダサすぎるパヨが消えればそりゃ平和になる。パヨほど暴力的で凶暴で、だからね、あの人の悪口ベラベラ言うからね、日本のメディアはこれを絶対に報道しないと、パヨ優遇をやめたらヘイトスピーチも減った。ってことはヘイトスピーチを撒き散らしてたのはパヨだったってことなのかな。それともあのパヨのバカツイートが目立たなくなってね、まともな側、こっち側のツッコミが減って論争自体、言い争いっていうか、公開でやり合ってる人たまにいますけど、そういうのが減ったっていうことなのか、まあ今までがパヨッターだったんでしょうね。これからがツイッターと。今までのあの経営者のジャック・ドーシーって、自ら、自分の会社をダメにしてたバカってことで確定ですね、これね。自分らで報道を操作して、質を低めている。日本のテレビ新聞に似てますね。そんな業界他にねえから。自動車会社でわざと、自分とこで作った車をダメにして空売るなんていう、業界ねえから。日本のテレビ新聞、あとは今までのパヨッターですか？マストドンとかに、とやらに行きゃいいのにね、パヨの皆さんね、めんどくさいから。なんでツイッターにしがみついてんだろうな。優遇やめただけでギャオギャオ発狂してましたけれども、横の国と一緒ですよなんかね、ワールドカップでね、韓国とガーナが試合やって韓国負けたらなんか監督が暴れまくって一発レッドカードで退場させられたみたいであります。監督から優遇されない。審判もあれでしょう。普通にやってたら、怒るんじゃないの？俺らをなんで優遇しないぐらいって。パヨも似たようなもんですよ。というわけで、12月4日、NHK スクランブルでもご参集よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。